こんにちは。漢詩を読んでみませんか。幅中仁です。今回は10月2日に放送されました NHK ラジオ漢詩を読むですね。美、心への響き第27。その中で紹介されています中国四大美女。この動画では王昭君について、ですね。ご説明いたします。ラジオの方ですが、ラジルラジルというアプリでは11月27日まで、ですね、配信されております。それではですね、王昭君について、ですね、詩を紹介する前に、ですね、王昭君がというのは郷土に嫁いでいくですね、高級ですね。どうしたらいいのかな。帝のですね、お世話をする女性だったんですけれども、ですね、その女性がですね、郷土の方に嫁いでいくと。どういういきさつでそうなったかですね、いうのが、まあ、清渓雑記というですね、書物の中、これは東晋のですね、郭公という人が書いた書物なんですけども、その中で紹介されていますので、それを読みます。原定の高級すでに多くですね、前漢の皇帝原定の高級ですね、まあ奥さんたちがいるところなんですが、まあ、たくさんのです、ね、女性がいたと。常には見るを得ずとです、ね。いつもです、ね、会うわけにはいかない。すなわち、画工をして、形をとせしめ、絵に案じて、召してこれをこうすと。ですね、そこで、ですね、絵師に、姿をですね、描かせて、そしてその絵によって、絵からですね、見定めて、この人、この人というふうにですね、まあ、お呼びがかかると。そしてその人と、まあ、一晩ですね、過ごすことになるということですね。それで、初級人、まあ、その、女性たちですね。皆、画工に、露紙ですね。賄賂を送ったんですね。まあ、実際より美人に書いてという意味でしょう。で、大きいものは10万にして、小さき、少なきものもまた5万を減ぜずと。ですね。単位が書かれていないんですが、まあ、10万両とか5万両ということですかね。で、一人、王将。これが、王将君のことです。王将のみ、がえんぜず、良いと思わなかった。だから、まあ、賄賂を送らなかったんですね。で、だから、ですね、まあ、不細工に書かれたんでしょう。ついに、まみゆを得ずと。まあ、帝のと に会うことはできなかった。で、郷土入庁し美人を求めて縁師となすと。郷土が、まあ、入庁するということは和平がですね、なってて戦争状態ではなくなっているですね。で、まあ、関係を良くしようとして、ですね、帝の中のその美人をですね、うちの奥さんにですね、くださいと。そういうふうに申し出をする。ここにおいて、将、これは帝です。永に案じて将君を持ってゆかしむと。ですね。永を見て、まあ、ですね、まあ、郷土に送ってもええような女性をですね、探した。あ、そんな王将君がよろしいやろ。まあ、不細工に書かれていたということでしょう。それを指名したと。で、猿にお呼びと。
まあ、そやから王将君が今から嫁いでいきます、と言ってね、郷土の方に行きます。飯見れば、あですね、会うと、かんばせ、顔ですね、高級第一体、すごい美人やんか、言うんですね。よく応対し、まあ、話し方もですね、良くて、で、虚子感がたりと、ですね、まあ、動作も素晴らしい。ていこれをくゆるも後悔したんですね。これをですね、嫁がせるということ。一度も会ったことない。絶世の美女やと。で、名跡すでに定めたり、定めると。ですね。もう、この人が行くということは決まっていると。て外国に信あるを重んじて、まあ、信頼関係を重んじて、ゆえに、また人を変えずと。王将君以外の人に嫁がせるということにしなかった。すなわち案をそのことに極め、ね、どうしてこんなことになったのかということを調査したんですね。で学校を皆棄視され、賄賂もらって、実際とは違う顔を描いていた、ということが分かったので、すべて処刑されるんですね。その瑕疵を席すれば、ね、まあ、財産召し上げ、すると、ですね、皆巨万ありと、すっごいですね、財産を築いていたと、いうことで、たくさん賄賂をもらっとったということが判明したと、そういうことです。まあ、そういういきさつで、王将君は郷土の方に、いいですね、嫁ぐことになりました。それで、ですね、ラジオ番組、ラジオの方ではですね、陸朝時代の宝生という人のですね、詩を、五言詩をですね、紹介しています。それ読みますね。王将君、宝生、すでに天保をこととして遠く、心願路に従いて絶す。僧兵探跡に驚き、変化昼夜にむせぶ。すでに天保をこととして遠く、心願路に従いて絶す。僧兵探跡に驚き、変化昼夜にむせぶ。私の訳、示しています。風に転ぶ寝なしぐさ。これが天保ですね。となって、遠く望んでから、ですね。まあ、すでにというのは何々してからということですね。で心は、雁が飛ぶ空の果てを望んで、塞ぎ込んでしまうと。ですね。まあ、これから旅立っていくですね。もう遠い遠い異郷の地ですね。外国です。そんなところまで行くのか。ね。ですけども、心が塞ぎ込む。絶すというのはもうね、立たれるような感じや。で、僧兵、霜の太鼓ですね、これね。だから寒い中の太鼓の音に、胆石に驚き、朝晩、ビクビクしている。で、辺境の足笛の、遍路、辺境の足笛 の音に、昼夜むせぶ、夜中に悲しみむせぶと、ですね、おえつするということですね。王院と標則ですけども、ですね、王院については、ですね、これ、標性でなくて、日照ですね。日照九節の陰、二句目と四句目の最後の字、絶と越ですね。が陰を踏んでます。それから標則ですけども、まあこれ、陸朝時代、古史、近代史ではなくて、いわゆる古史なので、まあ標則はまあ考えなくていいんですが、実はもう、だいぶこう、整ってきています。ですね。二字目と四字目に注目します。ですね。青で示していますが、1句目と2句目で、こう、裏返しの関係になってますね。
そして3句目と4句目の関係も裏返しになっているとですね。あ、ほんならもう、絶句として成立するかというと、そう、ちょっとそうではないですね。それは、どこかというと、2句目と3句目ですね。に注目すると、これも裏返しの関係になっている。まあ、近代史の場合は、ここが同じにならないといけないんですね。2句目と3句目ですね。それはどうしてかというと、1句、2句全体と3句、4句全体とが、ですね、裏返しの関係になると。ですね。つまり、1句目と3句目を見ると、そこも裏返しの関係になっている。だから、2句目と3句目のですね、表則が同じになっている。いうふうにしないと近代史のならないんだけれども、そこまでは整えていない。ですね。ただ、まあ、こんな感じで、2句目、2字目、4字目が、前の句と後の句でこう裏返しの関係にするということは、ですね、もう陸上時代にこう行われていたことらしいです。それでは最後にですね、北京語で朗読します。王昭君抱轿，既是转蓬原，心随燕入绝，双鬓淡西京，边家中夜夜。王昭君抱轿，既是转蓬原，心随燕入绝，双鬓淡西京边家中夜夜。最後までご視聴ありがとうございました。